こんばんは。こんばんは。トラコチ。はい。今日の動画でですね。はい。あの相手が平行時。はい。で戸田コーチ側がストローク。ストローク。で、まあ、対平行時に対して戸田コーチはどのような意識を持って相手が平行時に取ってきたら攻略していくのか、ぜひヒントを教えてください。はい。まずはやっぱり相手が前に出てきているボレアに対してはしっかり足元に沈めるっていうのはやっぱり第一に考えますね。相手が前に出てきている状態なので、まあ、ボレーで引っ張られないようにしっかり低いところで打たせるっていう感じ。あまりスピードボールもまあたまに入れますけども、足元に沈めるのをまず最優先として考えていきたいと思います。その中で相手がだんだん足元を嫌がって前に詰めてきた時にタイミングを見計らってロブを上げてあげるんですよ。こういう組み合わせをしっかり意識してあげると言います。で、その中でストレートのアタックっていうのは、まあ、スピードのあるボールでちょっと牽制のためにパチンと入れるっていうのも、まあ、戦略の一つとしてはいいかなと思います。なるほど。じゃあやっぱり相手が平行時に取った時は最優先はまずスピードをゆっくりでもいいんでコントロールして沈める。そうですね。そこでまた慣れてきた時にうまくローブを入れたりして足元をミックスさせたりするとより効果がある。はい。ちょっと緩急を少しつけてあげるようなイメージですね。で、隙あらばストレートも入れていくというところですね。はい。じゃあ実際にこの後ぜひ動画で打ってる動画をよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ戸田コーチ、はい、打ってる動画を実際にお願いします。はい。すいません、はい、さっきその前ネットしちゃったんですけど、この練習だとどっちかというとミスの中でもネットする、今さっきも白帯に当たっちゃったんですけど、はいはい、そういうミスだったら OK の、アウトよりはいいですよね。 OK だと思います、はい、どちらかというと練習だとネットミスの方が低い弾道を狙ってんだったらそういうミスは、そうですね、狙い通りのミスだったらいいかな、いいですよね。はいはい。じゃあちょっともうちょっと続けていただいて、はい、お願いします。ラストお願いします。ありがとうございます。あれですね、結構今のもスピンかけてしっかり沈めていくような感じ。あとロブ入れるからやっぱり結構高低差でね、そうですね、揺さぶりがやっぱり使える、揺さぶりでちょっとやっぱり相手のボレーが硬いとやっぱりちょっと揺さぶっていかないといけないな、ちょっと自分がリスクを負う形も出たりしますかね。途中で速い球も1本入れましたよ ね、バックでね、はい、ああいう形で緩急を使ったりして変化をつける、そうですね、みたいな感じですかね。平行時の相手にはこういう形で攻めていくべきだなと思います。じゃあ戸田コーチ、本日は解説ありがとうございました。ありがとうございました。